ステレオフォニックス。ステレオフォニックスは、ウェールズのロックバンド。1999年のセカンドアルバム、パフォーマンスカクテルズから6作目の、プルザピンまで5作連続で、全英1位を獲得するなど、セールス面で2000年代を代表するイギリスのロック、地元ウェールズでは城を使ったライブを行うなど、英国圏では、スタジアム級の動員を誇る。 1981年、南ウェールズの小さな田舎町、カマーマンにて、幼馴染みであったケリー、リチャード、スチュアートの3人によって結成される。バンド名は、スチュアートの家で使っていた、蓄音機のメーカー名、ステレオホニックスから拝借したもの。当時は、メンバーも子供でよくある、アマチュアバンドに過ぎなかった。1996年、インディーズでのライブ活動が、 徐々に評判となり出したフォニックスのもとに、バージンアトランティック航空の総裁リチャード・ブランソンが、新設した V にレコードの第一弾アーティストとしての契約話が舞い込む。V にと契約したバンドは、1997年、シングル、ローカル・ボーイ・イン・ザ・フォトグラフで、メジャーデビュー。続く3枚のシングルは、リリースごとに少しずつ、チャート上位にランクインしていい、ファーストアルバム。 ワード、ゲッツアラウンドは、初登場で6位にチャートイン。そのまま100万枚を売り上げて、ゴールドディスク獲得の大ヒットとなった。翌年のブリッドアワードでは、最優秀新人賞を受賞するなど、ブリッドポップブームが収束に迎え出していた当時に、あっては、期待の大型新人として迎えられた。また、ヘビメタルの有力専門誌、ケラング。誌においても、最優秀。 ブリティッシュバンドを受賞。しかし、当のメンバーもそのファンベースもバンド自体をメタルバンドとは認識しておら、なぜか、ケイラング。死に乗ってしまったことが滑稽であったという。同6月には、地元ウェールズのカーディフ城にて1万人を集める凱旋ライブを開催。ファーストアルバムの好評を受けて、デビューシングルのローカルボーイを再リリースすると、全英15位。 1999年春には早くも、セカンドアルバム、パフォーマンスカクテルズを発表し、登場1位を獲得。その後もアルバムは1年近くチャートインし続ける、ロングヒットとなって、プラチナムセールスを記録し、シングルカットされた5曲もヒットした。中でも先行シングルとなった、ザ・バーテンダーザ・スイーフ、前衛3位は、初期の代表曲となっている。 同年7月には地元のモーファースタジアムに5万人を集めた単独ライブを開催した。デビューからセカンドアルバムの大成功に至るまでバンドは休むことなく活動を続けていたが延々と続く世界ツアーによるメンバーの疲労困憊は極限に達しつつあった。一時はバンド解散も取り沙汰された中で制作されたサードアルバム Just Enough Education to Perform それぞれの単語の頭文字を取って、ジープと呼ばれる。実際、バンド側も、そのように、アルバムタイトルを命名するつもりであったが、自動車、ブランドジープとの商標上の兼ね合いから、あくまでも、通称扱いとなっているわ。そんなメンバーの心情を色濃く反映したダークで、内政的な仕上がりとなった。特に、先行シングルの、ミスターライター、全英語位は、 バンドを取り巻くマスコミを直接的に風刺した曲であったためメディア筋からは当然批判的なレビューで迎えられたが、それでもアルバムは1位を獲得し、2作連続のミリオンセラーでプラチナディスクの大ヒットとなった。また、同2001年はアッシュ、ブラッククローズをサポートに起用したカーレース場ライブに14万人を動員し、 続けてダブリンはスレーン上での8万人ライブを観光するなど大規模公演を連続実施した。翌年には英国最大のグラストンベリーフェスティバルにてヘッドライナーを務めた。2003年4作目 U Gotta Go There to Come Back を発表。前作から見せていたアメリカンルーツミュージックへの系統をより強め、さらにゴスペルやサザンロック色への接近を顕著にしたが、 前作にあったダークさはやや薄れ、テンポを抑えつつもポジティブな空気で覆われた、ブルースアルバムとも言える成熟した雰囲気のアバムとなっている。このアルバムからは、Maybe Tomorrow、全英3位などのヒットシングルが生まれた。しかし、このアルバムリリースに伴う世界ツアー途中、9月の北米ツアーの最中に、ドラマーのスチュアートが突如脱退する事態が起こる。 この件に関してバンドは多くを語らないが、病気と称しては、バンド活動の無断欠席を繰り返すスチュアートを、バンド側が解雇したとも言われている。その後、ブラッククローズのスティーブ・ゴーマンを代役に起用して、なんとかツアーは続行された。その後しばらくバンドは、ドラムマシンなどを置いていたが、2004年末に、アルゼンチン出身のハビエを正式なドラマーとして、迎え入れ、 従来通りのスリーピースバンドとして活動を再開する。そして翌2005年3月通算5枚目となるランゲージセックスバイオレンスワザーを発表。このアルバムではパワフルな躍動感が目立ち、全2作に見られた作風からは大きく転換したもとなった。同作からのファーストシングルであるダコタはバンド初となる。 シングルチャート初登場1位とダウンロードチャートでも1位を記録。さらに、スーパーマン、前衛13位や、デビル、前衛11位など、これまでのアルバムには見られなかった作風の楽曲も多く披露され、バンドにとって、新境地を開いたとも言える作品となった。バンドデビュー10周年を迎えた2007年、前作から、わずかのスパンで制作された6作目、プルザピンを発表。 アップテンポな曲からバラードナンバーまで環急を自在に使い分けた過去5作良い部分がうまくミックスされた自信作とメンバーが口を揃える集大成的な仕上がりとなったこの作品も前衛1位を獲得しこれで5作連続のアルバムチャート1位となった前作プルザピンを機に初のベスト版前衛2位発売を挟んでキャリア10年に一区切りつけたバンドは サポートギタリストのアダムを正式なメンバーとして迎え入れ4人組編成となった。2009年には、ワイト島フェスティバルのヘッドライナーを務めるなど各地で、精力的なライブ活動を展開しつつ、ケリー曰く、新人バンドが挑むデビューアルバムのつもりで制作した、という7作目 Keep Calm and Carry On を、同年暮れに発表。今までになく、 フレッシュな音遣いが際立つポップで洗練された仕上がりとなった本作はチャートアクションこそセカンドアルバム以来続いていた連続1位記録が途切れる前衛11位という結果であったもののゴールドディスク獲得という成績を残した2013年オアシスのギャラガー兄弟のマネジメントレーベルに移籍してから第1弾となるアルバム2015年レーベル移籍第2弾 デビュー20周年を目前に控えた通算9作目。初登場で再び前衛1位を獲得した。アルバムチャート1位はこれで6作となった。ステレオホニックスはミュージシャンからの評判が高い。BR 以下はバンド10周年の記念に関して寄せられたコメントである。また、ジャズ・フュージョンミュージシャンのリー・リトナーは2012年11月リリースの 最新アルバム、リズムセションスで、メイビートゥモロをカバーしている。D は、僕には彼らのサウンドは70年代の、R、R&B に聞こえる、彼らのウェールズアクセントが大好きだと語っている。以下の順位は主に前衛チャートによる、富士ロックフェスティバル98、富士ロックフェスティバル H、サマソニレイサン、アシアンカング、FU ジェネレーションプレゼンツナノ、無限フェス200、2008、 ブリティッシュアンソムズボリューム9サマソニ13フジロックフェスティバル16楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。